皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、井上さゆりです。本日は、私の友人の作ってくれた料理を勝手に再現してみようですつい先日友達が私のお家に遊びに来てくれた時にパエリアを作ってくれたんですよ。パエリアって私すごい難しいイメージが勝手にあったんですけど、なんかその友人はなんかフライパン一丁でパパパってすごい作ってくれて、それがめちゃめちゃ美味しかったんですね。だからこれだったら私も作れそうだなと思って、ただそのね友人にちょっとレシピ教えてくれたら嬉しいなと思って連絡したんですけど、明日レシピ送るねって来たっきり、それ以降返信が一切返ってこなくて、多分忙しい時に私が連絡してしまっただと思うんですけど、だからもう私は今日裸一貫でここにやってまいりました友達がこういうの入れてたなとかっていう具材とか、あとアラゴストマトのゴミがあったなとか調味料とかこういうのを置いてったなっていうの、サフランとかをね置いてったんですよ。だから多分きっとこいつが入ってると思うんです。そういう手がかりをもとに名探偵ばりに今日はパエリアを作っていこうと思うので、料理番組ではありえないけど私は作り方が分かっていないので今回は失敗の可能性が非常に高いです。まあでもちょっとチャレンジしていこうかなと思います。前にもちょっと紹介した私のピーマンとパプリカの切り方、これだとこうやって種が飛び散らないんで、おすすめの切り方、こういう分かる部分は自信を持って紹介していきます。ちょっと薄めに切ろうかな。よし、オリーブオイルを一回しぐらい、鶏肉切らないと。ちょっと一口サイズに食べやすく鶏肉を切っておきます。この辺を焼いていってしまおう。焼いていってしまおう。いいや、いけ、オッケー、これか、ちょっと待って、あちゃあちゃあちゃ、これもうなんかパエリアっぽい、もうパエリアっぽい。なんかでも今思うと友人はシーフードミックスを使ってたような気がするんですよねやべ、すげえエビ焼けてるあ、いい匂い。塩コショウしておこう。いい匂いだ。もういいぞいいぞ。じゃあこれで一旦ここに取り出しておいて、えい、あーもうこれで塩コショウで食べためちゃくちゃ美味しそう。全然めんどくさいな、ブンブンチョッパー使えば一発なんですけど。人で炒めていきます。なんかパエリア食べようぜってなったことがなかったんで、好きは好きでしたけどお家で食べたりとかしたことはなかったです。だいたいこう友人が家に来てなんかご馳走してくれる時とか、私にぎやかししかしてないからわー美味しそうとか、いい匂いだねとかずっと言ってて何も見てなかった。ちゃんと見ておけばよかったですいや絶対こんな作り方じゃなかったと思うんですよね。絶対違うんだけどな。でもまあなんかこれはこれで美味しそう。お米の入れ方は見てて、うち無洗米なんですよいつも。これなんかお米は洗わずに
入れる、油を米に染み込ませちょっと炒めるみたいな感じだった気がする。いいんじゃないのかな。トマト缶のゴミがうちにあったんですよ、友人が帰った後。だからトマト缶を使ったっていう証拠は持ってるんですよ。トマトを入れて水どうするんだろう、それがわからないだからこれは完全に失敗の可能性が高い。べちゃべちゃになるか、水分足らなすぎて米が炊けないか。一人前を作りたいときはどのぐらい入れたらいいんだろうよくわからないよあの収録しててすでに水の分量とかがもう全く分かんなくって、なんか米を炒めてみましたベーコンないです。あ、鶏肉入れました大変なことになっていましてもうあのドキュメンタリー撮ってもらってるみたいになってます。これいいか、いいや何も結局赤ワインも適当に入れます。アサリの汁も入れちゃおう、なんとか なるかこれで。あーやばい、コンソメ入れてない。あ、よし、いけた。なんか大丈夫そうな気がしてきました。中火ぐらい、はい。あ、サフラン入れてない。はい。あ、はい。蓋開けちゃダメ。はい、わかりました。ありがとうございました。よかったー。なんか、なんとなくうまくいったような気がします。はじめ上場、中パッパとか言いますもんね。何も見えないです。真ん中らへんが火の通り場。これはもうなんかレシピがどうのこうのっていうか、もう感じてもらうしかないじゃあ開けます。どうだ、うわーうわー、完璧じゃないですか。ちょっと塩コショウを足します。で、この焼いたやつたちを上に乗っけていきます。なんで笑いが、なんで笑いが起きるんだ。ちょっと具多かったかな、具多かったな、ちょっと蒸らしそう。これはもうパエリアだ。まあいっか、もうできました、できました。パエリアです。パエリアです。パエリアできました。では完成したのを食べていきたいと思います。どうかしら。熱そう。お、うん。天才じゃん、天才じゃん私。うん、美味しい。このわけわかんなさで作って、これはもう、え、すごいな自分。ポイントが蓋を開けないっていうことですかあえて言うならば、その友人が私の家にで作ってくれた時も、途中では美味しそうって言って蓋開けようとしたらめちゃめちゃ怒られたんですよ。てか蓋は開けないっていうことがポイントですね。難しいな。いやだから今日やっぱり思ったのは、なんか頭じゃないなって、考えるな感じろっていうのを、やっぱ実感
会しましたね。なのでこれからも自分なりにいろいろ頑張っていきたいなと思いました本日も見てくださってありがとうございました。参考にはなったかわかんないんですけど、なんか伝わったらいいなと思ってますというわけで次回も見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。追伸ご自愛くださいませ。これはもうほぼドキュメンタリーでした。